皆さんこんにちは、弁護士の山上翔吾です。今回はお医者さんと歯医者さんの離婚、すなわち医師や歯科医師の方が離婚する場合、または医師や歯科医師の方と離婚する場合に特に問題となりうる3つの点についてお話をさせていただきたいと思います。離婚を考える時の一般的な問題につきましては他の動画を作っておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。この動画の概要欄にもリンクを記載しておきますし、この終了画面にもリンクを貼っておきたいと思います。さて、医師、歯科医師の方の離婚について特に問題となる3つの点なんですが、1つはですね、財産分与の割合ですね。2つ目は医療法人の出資持ち分の問題、3つ目は婚姻費用と養育費の金額の問題となります。それでは財産分与の割合についてまずお話をしたいと思います。離婚にあたっては財産分与を行う必要があるんですけれども、財産分与には一般的に2分の1ルールという原則があります。これは簡単に言えばですね、結婚されてから別居するまでにできた夫婦の共有財産というものを2分の1ずつ離婚するときは分けますよということですね。これを2分の1ルールといって、離婚にあたっての財産分与の大原則となっております。例えば、すごい簡単な例、単純化した例を申し上げますと、医師の方が財産として別居の時点で1億円持っていて、それから配偶者の方は特に財産を持っていないと、こういうケースを例に挙げますと、離婚する場合に2分の1ルールによれば、1億円持っている医師の方は離婚するときに配偶者の方に5000万円を分与しなければならない、そういうことになります。でこれが法律の原則ということになります。ただですね、医師とか歯科医師の方というのは、まさに専門職であって特殊技能をお持ちなので、財産ができたのはそういったご自身の特殊技能によるものだと、そういうふうにご主張されて2分の1ずつ、分けるというのはおかしいじゃないかと、自分の方が、少なくとも6割とか7割とか、分与されるべきじゃないかと、そういう主張が医師や歯科医師の方の側の方からなされることがあります。この問題についてはですね、先ほど述べた通りあくまでも原則は2分の1ということになります。特にですね、例えば医師の方の配偶者が基本的には日頃家事をやっているんだけれども、病院の事務をとか病院の経理も担当していると、そういうような場合についてはですね、より2分の1ルールが適用されやすくなるかなというふうには思います。ただですね、やはり例外として医師の方の財産の分与額を6割、要するに医師の方の方を多く分与するというふうにした裁判例もあります。この裁判例がですね、医師の方の分与の割合を2分の1ルール、すなわち5割じゃなくて、それより多い6割にした理由を簡単に述べますと、結婚前に医師の資格を取るために、勉強などを一生懸命されたということ、それから結婚後もその医師の資格を利用して多大な労力を費やして高額の収入を得て財産を築いたと、そういったことを裁判例は注目しておりました。ただちょっと脱線してしまうんですけど、この裁判例ですね、ちょっと非常に面白いことに、医師の方ではなくですね、別の方、例えばスポーツ選手の方の場合についてもちょっとね述べておりまして、例えばこのね今申し上げたその事件には関係ないんですけれども、こういうふうに言ってるんですね。例えばスポーツ選手の場合にも2分の1の、ルールを変更すべき場合があると。でそれはどういうことかっていうと、スポーツ選手の方が、特に野球選手なんかを想定していただきたいんですが、スポーツ選手の方がそういった多額の報酬を得ているのは、実はこれは将来そのスポーツができなくなって同じような収入が得られなくなった時の場合の、報酬も含まれているんだと、そういうようなケースの場合には2分の1ルールを適用すべきではない場合もあるということを述べています。ですのでね、2分の1ルールを適用すべきでないとお考えの医師や歯科医師の方はですね、離婚にあたってはですね、結婚後にご自身の努力でそういった資格を得てきたこと、自分で一生懸命勉強してですね、それからご自身が頑張って働いてそういった財産を築いてきたということを裁判で証明していくことが必要になってくるかなというふうには思います。あとですね、その配偶者の方が病院の経営には全く関与していないよというような状況があった場合には、2分の1ルールが変更される方向に働くかもしれません。それからですね、これは私の想像の主張ではあるんですけれども、例えば医療法人の議事録でですね、その医師の方が
例えば今後の経営はこういうふうにするんだというような発言をして、それを議事録に取っておくわけですね。でそういった議事録を、まあ、最後証拠になるわけですけれども、その議事録にね書いてあるご自身が述べたその経営方針が当たって、例えば病院がすごい繁盛して、ね、それでその高額の収入を得て財産を得たと、そういうようなことを証明できれば、場合によってはもうご自身の、ね、医師の方ご自身の才覚で得た財産だということでね、そういうものがそういう部分が大きいということで、2分の1ルールが適用されずに、あのより少し大きな分与額になる可能性もあるのではないかなと思います。次の問題としてですね、財産分与のうちの出資持ち分についてのお話をさせていただきます。医療法人にはですね、まあ、ご存知の通り出資持ち分がある医療法人と出資持ち分がない医療法人というのがあります。で前者を持ち分があり医療法人、後者を持ち分なし医療法人という言い方をすることもあります。そしてですね、持ち分ありの医療法人において出資の払い戻しの、ね、規定が定款というそのルール、法人のルールにある場合に、医療法人の出資持ち分を財産分与の対象とした裁判例、これはですね、大阪高等裁判所の平成26年3月13日判決というものがあります。それではですね、医療法人の出資持ち分が財産分与の対象となるとして、それをどのように金額として評価するかという問題が出てきます。これもですね、まだはっきりとした明確なルールがあるわけではありません。ただご夫婦の別居時点での医療法人の純資産額が参考になるかなというふうには思われます。医療法人の純資産額というのは簡単に言えば、まあ、医療法人のプラスの財産からマイナスの財産、すなわち負債をね、引いた額ということになるんですけれども、これは貸借対照表を見れば分かりますし、またはあの登記にも書かれています。そしてですね、この点について先ほどご紹介した大阪高等裁判所の判決はですね、離婚後の医療法人の経営について確実な予想をすることができない、まあ、そういったことは困難な面もあるといったことを考慮して、純資産額の7割を医療法人の出資持ち分の評価額としておりました。まあ、もちろん最終的にはこの点もケースバイケースになるのかなというふうには思います。3つ目の問題がですね、婚姻費用と養育費の問題となります。婚姻費用というのは、夫婦が別居してから離婚するまでの間に収入が多い方が収入が少ない方に対して支払う生活費等という金額、まあ、簡単に言えばそういうことなんですけれども、これは配偶者の分とお子さんの分が含まれることになります。これに対して、養育費というのはご夫婦が離婚した後にお子さんと一緒に住む方に対して、お子さんと一緒に住まない方が支払うお子さんのための生活費等の、そういった金銭になります。ですので配偶者の分が含まれるという意味で婚姻費用の方が養育費よりは大きくなるということになります。そしてですね、この婚姻費用と養育費っていうのは基本的には、当事者間で合意して決めるのが原則なんですけれども、やっぱりね、お互い争っている関係ですから、なかなか合意に至らないこともありますので、そういった場合は最終的には裁判所が、いいというふうに判断して決めるんですけれども、裁判所はですね、何を基準にして決めるかというと、最高裁判所が現在公開している養育費と婚姻費用の算定表というものに従って、金額を決めていることになります。この、算定表については概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。そしてこの算定表では養育費を支払う側を義務者、養育費をもらう側を権利者という言い方をしております。で、こういうチャートになっていて、お互いの収入をこう、ね、照らし合わせて金額をこう決めるという形になっています。ただですね、この算定表というのは、義務者の年収が、給与の方で給与所得の方で2000万円、自営業者で、1567万円の場合までしか書かれておりません。そして例えば義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、そしてお二人の間に0歳から14歳のお子さんが1人、そういった場合の養育費というのは算定表によれば月額24万円から26万円とされております。こうしたものはですね、こうした金額を、今成人年齢18歳というふうになってはいますが、基本的にまだ実務上は20歳ぐらいまで払うということになっております。婚姻費用の方の例を挙げますと、例えば、義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、
それからお二人の間に、0歳から14歳のお子さん3人いらっしゃる場合の婚姻費用というのは、算定表によりますと月額46万円から48万円となります。それではですね、義務者の年収が2000万円を、ね、超えている場合にどういうふうに、こういった婚姻費用とか養育費を計算しましょうかということが問題になります。実務的にはですね、婚姻費用の場合にはいろいろ細かい計算をして、金額を出しております。ですので先ほど申し上げた、算定表よりも、大きい金額になる可能性が高いかなというふうに思います。でもですね、養育費の方については裁判所は原則として義務者のですね、年収が2000万円を超える場合でも上限も2000万円だと、そういうふうに決めて、算定表を使って養育費の金額を出していることが多いかと思われます。はい、以上今回は医師・歯科医師の方の離婚にあたって、特に問題となり得る3つの点についてご説明をさせていただきました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。